はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、楠田亮でございます。生ハゲの息子と姉様様、ご支援ありがとうございました。あれです、頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。27日のスクランブルデモのあのロングバージョン、アップロードいたしました。デモの準備とかあのいろいろ映ってますんで、俺もデモ主催しようかななんて人は参考になるかもしれません。3月30日今日ですね、 NHK 予算案参院通過で、であの衆院はもう取ってたんで成立いたしました。収入支出ともに6890億円ということにしたこれね、あの金残すと値下げしろって言われるから、あの一生懸命支出増やして、例えばあの子会社に支払うであるとかね、してですね、なんでかんで6890億円トントンにしたような予算でありました。金子総務大臣がネット配信事業は節度を持って運営してで注文つけたそうなんですけれどもね、そんなんで NHK のネット聴取の動きが止まるわけがないんだな、これ。NHK の悲願ですから、スマホ持ってる人全員から受信料を徴収するね。なんせあの放送法72条にですね、わざわざその2っていうのを追加して、法的にネット配信事業は NHK の正規の事業ですっていうことにいつの間にかしちゃってるぐらいですからね。これはですね、ネットは通信であって放送じゃねえだろ、なんで放送法で規定すんだよっていうですね、反論を封じるための、武装ですね。先んじて反論を封じておくっていう動きであります。NHK の野望はですね、ネットにつながる、じゃあ受信料払え、スマホ受信料払え、っていうことですからね。そんなの許したらですね、あの後世ですね、あの頃のおっさんたちがだらしねえから俺らが今苦しんでんだよってなじられます、文句言われます。スクランブル放送実現要求とともに、この動きも大人がなんとかしないとね。若い人はあの勉強とか恋愛とか、例えば赤ちゃん抱えて大変だとか、忙しいから、おっさんたちが、大人といっても、まあ、主におっさんたちが、女性はですね、そういう生臭いことに、まあ、男が、いねぐなってもいい男が、やるべきなんだよな。消耗品としてはさ、福島みずほ、連合子会の、寺田静香が子供の性的子供の性搾取被害悪化の現状に鑑み、またね、あの定義が曖昧な性搾取なんていう言葉作っちゃって、国連閣議に沿った児童売春児童ポルノ禁止法の第3次改正を求めることに関する請願中の国会に提出いたしました。まあ、これね、要約っていうか、簡単に言うと、A も、わいせつ物取り締まりの対象にしようっていうもんですね。A も、漫画家で自民党から立候補する予定の赤松健さんが警鐘を鳴らしておりました。誰がその絵を児童であるって判断すんだよ、いうようなですね。まあ、曖昧である。性搾取なんていう曖昧なのが、入ってるぐらい曖昧で、まあ、やりようによってはどうにでもできるっていうような、法律、危ねえ法律、を請願してるってことですね。日本改革党は漫画、アニメ、ゲームなど一切の表現規制に反対しております。参院選のチラシの裏にもそれは明記いたしました。つうのはですね、規制派は外国政府のスパイだからです。その目的、なんで規制したいんだ、漫画とかアニメ。世界に冠たる帝国のコンテンツを表現規制することで力を削いでつまんなくして、帝国の文化的影響力を弱めることが目的。もしかしたら弱った帝国に取って変わることも夢見てるかもしれない。アニメ大国の日本に取って代わる自分らがっていうことを
夢見てっかもしんないな。で、福島みずほとか、寺田とか。寺田っちゅうのは、一応無所属になってますけれども、連合の子飼いのコテコテの左翼であります。福島みずほが出したんだから、反対すべき請願であることは明白であります。人民軍先兵のアグネスも、規制に熱心でした。国会行ってなんか喋ってたな。福島みずほね、今日あたり、同性婚を実現させますとか、言っておったんで、あ、同性婚もダメなんだな。帝国にとっては、俺らにとっては、損な、ことなんだなっていうのが、秒でわかりますね。ならば、規制してはダメ、絶対。アグネスも、みずほも、規制しろっつってんだから、あ、規制しちゃダメなんだな。ああ、秒でわかりますよね。福島みずほ同様、帝国のためにならないことには熱心な立憲がですね、難民受け入れ要件大幅緩和法案を提出しておりました。なんかね、希望したら、あ、いいよっつって全員難民で受け入れろみたいな、そういうような内容でした。鈴木陽介衆議院議員、ウクライナの人たちに安心して、日本社会の一員として生活してもらうとともに、シリアやアフガニスタンなど世界中の戦争避難民に対する支援を拡大したい。まずは日本人を支援しろという話なんですけどもね。ネットの反応です。本当に日本人のために働く気ないのな。こいつらマジで誰に向けて政治やってんだよ。まあね、日本人に向けて、日本人のためになんなそうなことをバーッとやってから支持率ガダ落ちなんでしょうけどね。日本を懲らしめることばっかり考えてる政党、どうして日本国民の害になることしかやらんのかね。多民族を呼び込んで余計な紛争の種を作るな。そうだよね。シリアの難民例えば受け入れたとする、したらシリアが自国民の保護を名目に攻めてくかもしんないよね。ロシアがやったのはそういうことですもんね。中韓も戦争の避難民とするわけね。半島から自称難民をいっぱい入れる気だろ。次は難民に選挙権をですね。ここぞとばかりに国民への嫌がらせ。日本人のための政治をしろよ、この反日政党が。いうような意見。鈴木陽介は、豊島区選出の一期目の衆議であります。まあ、ペーペーなったばっかのね。豊島区と杉並区の一部だったっけな。東京10区。立憲よっぽど人いねえのが、ペーペーなはずなのにニュースになってんだ。共産が候補立てずに鈴木の応援に回ったが、落選いたしました。で、比例で復活ね。何度か私話したことありますけれども、そんなに難民が数だったら、鈴木んちで引き取ればいいだろうが、鈴木んちでよ、法律変えようとすん、帝国は朝鮮戦争難民受け入れで大失敗してますから、慎重なんですよ、難民受け入れは。無理やり来たのに、強制連行されたとか、強制労働させられたとか、後で言われちゃって大失敗。鈴木はシリアやアフガンを引き合いに出してるが、真の狙いが人民の受け入れであることは明白ですよね。そうはいくかっつうの。そうはいくかっつうの。んなね、望めば誰でも難民として保護しますなんて、まずは、日本人を支援しろよ。立憲が帝国のためになる法案を提出するわけねえんだよな。そういえば。立憲が提出した。じゃあ反対しなくちゃ。まあ、脊髄反射で、もういいですよ、それは。当たってますから。つまり、こいつらのギャグが正解であって、前書記長の枝野幸男もですね、今のままの憲法で困ったことあります？なんて、言ってましたしね、つい最近。今後困りそうだから、改憲議論してんだろうが、震災も乗り切ったんですよ。今のままの憲法で困ったことなんかないですよ。言ってましたけどね、枝野はね。そんだからまあ第二野党に転落するんですね。政権与党から第一野党に転落。で、維新にも抜かれて第二野党に転落と。自民党もだらしないし、情けないですよね。もう70年も、
憲法一語一句変えられねえんだもんね。結党初期から自民党は改憲をね、当然に掲げてるくせに70年も何もできないんだよ。だらしないったらありゃしない。特別永住資格は戦争難民だからっていう理由で出てるものであります。自由に行き来できる今となっては全く意味ないんですよね。どこが難民だよって話。法務省も外務省も何十年経っても解除しねえなーって。北が南ね、どっちでもいいから勝って朝鮮戦争を終わらせる。そうすればですね、特別に永住資格与える理由なんか消滅すんだからね。何十年休戦してんだよって。両方ともだらしない。日本政府以下の品目をロシアへの輸出を4月5日から禁止だそうであります。高級自動車、宝飾品、酒、タバコ、香水、毛皮、絨毯、陶磁製品、陶磁器か、ダイビング用品、ノーパソ、貴金属を使った時計、グランドピアノ、美術品、骨董品など、贅沢品と呼ばれるようなもんでしょうかね。それを禁止だって。ネットの反応です。ルーブルで支払われても困るしな。両替もまともにできなさそうだし、というか単純に利益にならんのではないか。中古車を止められたら困るだろうな。600万超えの自動車が対象だそうだ。大好きなランクルに乗れなくなるな。ロシアの金持ちじゃなくて庶民が困るような制裁してくれよ。そっちの方が効く柄ってことですかね。金持ちは、逃げられますかね。国外脱出できますかね。日に日に価値が落ちていくルーブルで支払われてもですね、困るわね。電子決済もできないしね。なのでこれは、政府、日本政府が強気なんではなくて、日本企業とか、商社の救済措置ですね。っていうか、禁止しなくても、売らないと思うけど、もう、代金ルーブルでもらってもしょうがねえよな。3月7日にはですね、ネットフリックスがロシアでの事業停止を発表したしね。ルーブルで料金もらってもどうにもなんないんでしょうね。パチンコ玉で支払われたみたいなもんでね。ソ連崩壊でルーブルはですね、タイドルで100分の1以下に暴落しました。暴落しました。100分の1以下に。暴落前にですね、ルーブルがまだ価値がある、あった頃に、ロシア人が日本の中古車を買い漁ってたんですよね。30年しか経ってないのに、歴史は繰り返す、やってますね。1991年ですから、ソ連崩壊ってね、当面の措置っつって、外国人生活保護を70年もやってる帝国は、これに比べて、気長すぎでは。改憲が当然と言いつつ、一語一句70年以上帰らんねえ自民党、気長すぎでは、だらしねえんでは。3月29日、橋本徹、ウクライナが最初から妥協していれば戦争は起きなかった、なんて言っちゃいまして、記事になっておりました。ネットの反応です。もう黙ってろ、カス。狂っとるわ。バカじゃねえ、こいつ。まだ言ってんのか、こいつ。大阪だと、お隣さんの土地を奪い取ることが許されるのか。すでにクリミア盗まれてんのに何言ってんだ。こいつは脅されたら自分が助かるために嫁と娘を平気で差し出すんだろう。ロシアが侵略しなければいいだけ。妥協してたらウクライナなくなってるけど、最初から妥協したら完全にロシアに編入されちゃうだろ。もう何もかも奪われちゃいますよね。抵抗もせずに譲歩し続けたら、最後は無抵抗で命を差し出せまで要求が行き着く。国家あっての生命、国家あっての人権、国家あっての財産ってことは、ウイグルだのチベットだの見ればよくわかりませんか。あそこが証明じゃないですか。なぜウクライナのみに妥協を強要してんのか。安全圏から何好きかって言ってんの。この理屈なら一方的に攻め込んだ方が得だって。攻め込まれた方が妥協しろっつってんのね。被害者は泣き寝入りしろって仮にも弁護士が言うことか。ウクライナは黙って延々と永久に強姦されてろってさ。
橋本、最初から股を開いていれば豪華になってされなかった。まあ言ってることはこういうようなことですよね。こいつのおかげで維新の支持率低下がはかどりますね。よかったよかった。なんでこんなに必死に侵略を擁護してんのかっていうと、中国共産党といろいろ商売してるからなんだって。どなたかがどっかで書き込んでおりましたけど、まあまあ中国でいろいろ商売してんだって。共産党と組んで。中国共産党はですね、この侵略、ぜひ成功してもらいたいんだな。ここでロシアがコテンパンになっちゃったら、台湾侵略、沖縄侵略を何十年か諦めることになりますんでね。中共の代弁者として必死で頑張る橋本徹、無事炎上と。こいつは脅されたら自分が助かるために嫁と娘を平気で差し出すんだろう。まったくだ。橋本の奥さんとお子さんは奢っていいぞ。パパなんてこと言うの。ね。あんたは奢っていい。何年か前に森永卓郎っていうやつがいて、この人もね、経済評論家らしいんですけど、何やってる人か全然わかんない。なぜかテレビには出れるみたいな。救助を守って滅びましょう。朝日新聞かなんかの社説に投稿しておりました。滅びた後に日本人という優しい民族がいたと言われましょうかなんか言って、全くの敗北主義者とはこのことでね。こいつの奥さんや子供はですね、家が襲われてもお父さんは守ってくれないんだって思ったに違いないんですよね。家族がいればの話ですけどね。それともね、他人には無抵抗を進めときながら自分は全力で抵抗するつもりなのかな、戦うのかな。まあその線もありますね。左翼に良心なんてかけらもないですからね。皆に平等に配るためだ、お前の持ってる全部よこせ。逆らう人はまあやっつけるっていう、倒すね、消滅させるっていう連中ですから、嘘なんか平気ですよ。左翼でも全く平気。嘘つきは泥棒の始まりっちゅうけど、泥棒平気なやつが嘘は平気じゃないってわけないもんね。というわけで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。